ネグレクト、ウジ虫の枠入れ。なんでゴミからウジが湧いたのかっていうと、親からネグレクトを受けて育っていたので、生理の時に親がいなかったんですよ。選びたくなったのか、違う環境に飛び込みたくなったのか、誰かに泣きつきたかったのか、なんかどういう感情になったのかなって。はい、皆さんこんにちは、レスキューハウスの時間です。はい、今回なんですけど、松永さん、はい、女性の方来ていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松永さん、YouTube チャンネルでも発信をされているんですが、過去の生い立ちが結構衝撃的な、はい、で僕が見つけた動画でですね、松永さん過去にネグレクトを親から受けていた、はい、プラスサムネにもあったんですけど、ウジ虫の枠入れと、ウジ虫の枠入れ、はい、低環境ですよね、はい、そういったところから育った中で、まあ、今こうやって YouTube に実際自分でもやられてる、実践もされるというような心持ちといいますか、に至った経緯、はい、どうやって乗り越えたんだろうと、あ、なるほど、いうところを今回はね、聞いていければと。まず夕日とか視聴者さんに聞くけど、はい、児童虐待っていう言葉聞いたことあるよな、はい、まあ、その中にネグレクトってあるよな、はい、児童虐待って年間どれぐらいの相談件数あるか知ってる？児童虐待の件数、うん、パッて予想の数字を言ってみて。数字でいいですか？うん、1万件とか。やっぱそれでも多いと思うよな、うんうん、多いと思うわけやんか、はいはい、その件数で言うと約20万件そんなあるんですよ。でその中でネグレクトやね、今回松永さんで言う、うん、ネグレクトの相談は約3万件、すごい多いわけよ。多いですね。でその時に松永さんの過去の経験を通してどうやって乗り越えていったらいいのか、うん、松永さんって僕がお会いしてまだ 2,3 分しか経ってないんですけど、うん、すごい気さくにお話ししてくださるじゃないですか。だからそれが皆さんできるのか、同じ今ネグレクトとか家庭環境が難しい状況で育った方がどうやって今松永さんみたいになれるのか、なってきたのかっていうのは確かに聞いてみたい。まず僕一番初めにびっくりしたのが、ウジ虫が湧く家っていう、ウジ虫って僕たち救急現場で行った時に、まあ、これっていう社会問題があって、亡くなる時に誰にも見取られずに数日間経って後ほど発見されて、それで腐敗って言って亡くなられた方々の遺体からウジ虫が湧くっていう印象なんですよ。松永さんってネグレクトで育児放棄っていうことなんですけどね、まあ、それがウジ虫の湧く家でのネグレクトだったと。どういう家なんですか？まず一般的に言われるゴミ屋敷では育っているんですけど、はい、そのゴミが原因で、まあ、ウジ虫が湧いたんですよ。でじゃあなんでゴミからウジが湧いたのかっていうと、親からネグレクトを受けて育っていたので、生理の時に親がいなかったんですよ。その生理の使用済みナプキンの捨て方がわからないっていうのがまず一つと、あと私団地に住んでたんですね。団地って結構監視する人多いんですよ、まあ、団地にもよると思うんですけど、私が住んでいた団地は結構どこどこの誰々ちゃんが誰々と歩いていたとか、そういう親の監視ではなく、よその大人の監視の目が、確かにそのイメージでわかります。なんかボスとかいるんですよね、団地って、うんうん、でそういうボスとかの目に留まってしまったものだったら、結構それが噂として流れてしまうので、はい、この生理のナプキンを今ここで私が捨ててしまったら、もしかしたらあそこの春菜ちゃんは生理が来てそれを自分で捨てていたっていう風に噂が流れるのも嫌だなって思ったのが一つと、あとは捨て方が本当に分からなかったんですよ、うん、燃えるゴミなのか燃えないゴミなのか。なのでどうしようってなって、ほっといたらウジ虫が湧いちゃって、そうなんですよ。もう今はこうやって笑って話せますけど、はい、当時はもう衝撃的すぎて、私の育った環境で言うと、はい、なった時にいなかったので、はい、学校で血まみれになっちゃったんですよ、はい、私そのナプキンの存在は知っていたんですよ、保健の授業で、はい、5年生の時だったので、はい、生理になったのが、まあ、ある程度授業とかで習うじゃないですか、はい、で頭には入ってるんだけど、いざその事柄が自分の身に降りかかるとどうしていいのかわからないし、そのナプキンというものの存在も知ってるようでわからない状態だったので、もうトイレットペーパーをこう丸めてパンツにポンって入れてたんですよね。これで吸収するじゃん、それで学校行ってたんですよしばらく、そしたら授業中にバッバーって漏れちゃって、そう、他のお友達とかはおそらくお母さんに教わってそういう生理とかを自分なりに対処してって覚えていくと思うんですけど、私はそうではなかったので、皆さんがどうやって生理のナプキンの付け方とかを教わるのかっていうのも私は分からないまま育ってしまったので、自分で覚えてだったんですよ。
で、あれってこまめに変えるものなんですよね。汚いじゃないですか、体から出てる血なので。でも私はそれを1日ごとに変えればいいと思ってたんで、そのままだったので夏場とか大変ですよね。もうそれと一緒にね、まず過ごしたんですよ、はい、何日かは覚えてないんですけど、はい、やっぱ5年生なので、うん、まずそのさっき言ったように団地の目だとかがあるので、うん、どうしよう、あと親が帰ってきたら怒られるっていう、もうその恐怖感でもういっぱいいっぱいになっちゃって、川に捨てようってなって、うん、これ私の動画でも話してるんですけど、うちの近所に綾瀬川っていうすごい汚い川が流れてるんですね。でそこに捨てちゃえばバレないじゃんと思って、それを持って綾瀬川行くんですよ。そしたらたまたま同級生に会って、そんななんかゴミ袋持ってどうしたのって言われた時に悲しくなってきちゃって、なんで私はこんなウジ虫の場合だなって思って友達に会わなきゃいけないんだろうって、なんかお母さんが家にいてくれればこんなに惨めな思いしなくても済んだのにと思いながら、そのゴミをどうしたのか覚えてないんですけど、そのまま帰ったのか本当に野生場に投げちゃったのか覚えてないんですけど、どうしていいのかわからなかったっていうところでちょっと記憶がストップしてるんですよ。なるほど。私障害者の妹がいたんですね、はい、重度障害者の妹が都市部でいて、はいはい、その妹が養護学校で寄宿舎ってついてるの、うん、存じですか、はい、あの寄宿舎に入所できるといなくなるんですよ、うん、で入所できないってなると私にお世話させるんですよ、うん、要はヤングケアラーですよね、うん、なので妹がいないときはいない、いるときはいるっていう感じ。どこにおるかも分かんないんですか。多分、まあ、彼氏となんですけど濁すんですよね、うん、電話しても出ないし12時過ぎても帰ってこなくって、まあ、そのまま。そうなんですよ、はい、それが小学校3年生か4年生ぐらいだったんですけど、私もその辺ちょっと曖昧なんですけど、ポケベルがあったので、その当時はポケベルに家の電話番号を入れれば電話するからって言われていたんですけど、全然かかってこないんですよ。父と母が離婚をしてすぐぐらいに彼氏ができたんですね。でそれを私が知ったのも、どうして帰ってこないんだと思って勝手に読んじゃったんですよ、日記を、親の。あ、やっぱりそうだって思って、この人は私よりも彼氏を優先にするんだ、でこの人は妹がいる時のお世話係として私を使っているんだっていう風に認識してしまって、それに気づいた時にはもう私の中でいろんな感情がバンってなって、それこそさっきの生理のこともそうですけど、なんで自分は好き勝手やってるのに私はこんな惨めな思いしなきゃいけないんだっていう思いがいっぱいあったんですよね。その時にどういう行動を起こしたくなったんですか、子供ならではのそういう一気に思いとか爆発、怒りでも悲しみでもそういうのが多分入り混ざったと思うんですけど、子供の時の松永さんはそれを感じた時に、例えば〇〇を選びたくなったのか、またもう違う環境に飛び込みたくなったのか、誰かに泣きつきたかったのか、なんかどういう感情になったのかなって、それを知れば、そういうことを目撃した僕たちが寄り添えるのかなと思うんですけど、おそらくね、全て当てはまるんですよ。私も結構感情の起伏が激しい状態だったんですね、うん、っていうのも親もそうだったんですよ。もう泣くときはわーって泣くし、怒るときはわーって怒るしみたいな感じだったので、なんか今聞いていて全て当てはまるんですけれども、うん、順を追って説明していくと、はい、最初は親の金を盗みましたね、うん、やっぱずっと家にいないのと、うん、親が家にいないときは家にあるものを勝手に作って食べていいって言われてたんですけど、うん、いつ買ったお肉かわからないものとか、うん、ネギと味噌をよく私食べてたんですよ、味噌つけて、うん、なんかもうそういうことでしか空腹をしのげない、うん、あとカビの生えたご飯とカビの生えたパン、うん、でも今はなんかあ頑張ったね自分と思えるんですけど、多分当時の私ってなんでしょうね、それを俯瞰して見てる自分がどこかにいたのかなって思うんですよ、うん、よく言うじゃないですか、言いますね、いろんな人格がいてっていうのにちょっと近いのかなと思うんですけど、だからその通り確かに辛いっちゃ辛いんですけど、今思い返してみるとちょっとまるで他人事じゃんって思う自分もいるんですよ。そうなんです、辛い時に本当に辛いって思ってなかったから、今多分こうやって人と話すことも苦じゃない、うん、っていう、私もともと人が大好きなんですよね。いやすごい好きなんだろうなっていうのが分かります。だから今松永さんと僕の温度差多分すごいと思うんですよ。そうですね、僕も追いついてなくて情報がですよね、はい、松永さんはすごい笑顔で、うん、こんなことあったんですよって言ってくださるんですけど、最
初は親のお金を盗んだのが5年生か6年生ぐらいの時、貯金箱があったんで、そこからガッサー盗んで近所の肉屋だから開けたって空港しのいだりとかして、バレて殴られて、何やってんのよって数えたら5万円も取ってるわよあんたとか言われて、でもそれだけあんた家になかったでしょって私も言いたかったけど、こらえて、怒られるのが嫌だからずっとこう我慢するタイプだったんですよね。から、まあ、小学校を無事卒業して、自分の YouTube で話すか話さないかは悩んでいたんですけど、その非行には走ったよとは話してはいるんですけど、非行に走った内容は具体的には言ってないんですよね。でも今日はちょっと話をしておこうかなと思うんですけど、まあ、万引きもしましたし、あと窃盗もしたし、じゃあなんで万引きをしたのかっていうと、やっぱりなんでしょうね、満たされてないんですよね、心も体もお腹も。そういうものを集めることによって人ってなんか満足するじゃないですか、男性って結構多いと思うんですけど、コレクション好きな人とか多いじゃないですか、フィギュアとか。多分それと似たような感じで簡単に手に入れられるから、それで満足しちゃってやめられなくなっちゃったりとかして、人を傷つけることとかはしたことないんですね。例えば暴力だとかはしたことはないんですけど、そうやってお店とかに迷惑をかけてしまうようなこと、洋服も盗んだりとかして、文房具とか、これね、僕も YouTube では言ったことないんですけど、僕の親戚も一句万引きをやってて、そこでちょっと警察沙汰になってるんですけど、その時に同じこと丸々言ってて、その人が言ってたのはリスクを負いたい。あー、わかるかも、今の自分がリスクを負いたい、で、それがスリル、それでしか自分の存在価値っていうか、を試していくみたいな。100円のペン、次は500円の筆箱、次はとか、そう、どんどんね、上がっていくんですよ、物が、金額が、そう、価値が、高いものを取れたら取れた分だけ自分の存在価値というか、存在意義というのがそれでこう試されるじゃないけど、それも分かりますね。だから本当に辛い心の傷を何かで子供なりにカバー、メンタルケアする行為がやっぱり当たるのかな。別にその万引きっていう行為とか犯罪っていう行為を正しいよとか言ってないけど、子供ってやっぱり親から殴られたり暴力されたりって言ったところで、これが DV だとかって、じゃあ警察に被害届出しに行こうってならないじゃないですか。やっぱり親っていう支配、支配っておかしいんですけど、まあ主従関係があって、親と子っていう一人の人間の一人の人間やけど、やっぱりその主従関係が強い、支配力が強い関係にある子供さんが多いと思うんですよ、そういったあのネグレクトとかになってくると。子供なりにその心の傷をどうカバーリングするのかっていうところで、いろんな表現の仕方があるのかなって。それが犯罪行為であったり、他人に迷惑をかけるとか、自分の体を傷つけるとか、っていうところにつながるのかなとは今聞いてて思いました。その高校生とかになるとどうなっていったんですか。中学の時に万引きもしたんですけど、2体も出てきたんですよ。私中1の時に彼氏ができたんですね。で、彼氏ができたんですけど、その親が帰ってこない生活、自分よりも彼氏を優先するっていう生活を続けていたために、その彼氏のことを信用できなくなってしまったんですよ。友達から春菜の彼氏が何々ちゃん可愛いって言ってたよっていうのを聞かされた時に、あ、やっぱこの人も私が一番じゃないんじゃんみたいな疑いの目みたいなのが出てきてしまって、好きなのに疑わなきゃいけない、疑いたくないのに疑っちゃう、もうどうしようって、もう毎日苦しくて苦しくて、で親もいないし、でずっと一人ぼっちでそういうことを考えた時に、もう別れようと思ったんですよ。好きなんだけど疑う自分がすごい嫌だったんですよね。親が帰ってこないからこっそり日記を見た自分っていうのが私すごく嫌だったんですよ。でそれを今やってるのって一緒じゃんって思って、その彼氏に対して疑いの目を持ってるの一緒じゃんって思った時に、私その自分が許せなくなっちゃって、もう嫌だやめるで別れたんですよ。自分の誕生日にしか送ったんですよ、もうやだ無理と思って。でもすごい好きで苦しくて、死にたいこんな家も嫌だと。あと学校がすごく荒れていて、ちょっと男の子から暴力振るわれたりとかもあったんですね。学校も怖いし、もう何もかもが自分の中でうまくいかないって思って、どうやったら死ねるのかなと思ってリストカットをしてみたり、あとは縄跳びで首絞めてみたりとか、どうやったら死ねるんだろうってなかなかできなくって、衣装を変えたんですよ、もう死にたいみたいな。内容は覚えてないんですけど、それを書いてどっかやっちゃったんですよね。家の中汚かったんで、書いてどっか行っちゃって、それがなんか冷蔵庫の下から出てきて、それを母親が見つけたんですけど、母親は笑いながら、あんたさ、遺書ってさ冷蔵庫の下に入れるもんじゃないよみたいなことを言ってて、あ、読まれちゃったと思って、でも待てよって、遺書って書いてあるのに普通じゃんみたいな。めちゃくちゃ普通ですよそう、はい、えみたいな
たいな、はい、この人は娘がこんなに苦しんでんのになんかそうなのみたいな感じになっちゃって、多分元々の性格ってあると思うんですよ。生まれ持った性格って多分誰しもが持っていると思うんですけど、私はその家庭環境があまりにも複雑すぎて、お父さんがアルコール依存症で働かなくって、それを母親が罵っていたっていうのと、あと妹が重度障害者だったっていうので、周りと違う自分が嫌だったんですよ。それを隠すためにあえて明るくしていたんじゃないのかなって自分で自分分析はしているんですけど、やっぱ暗いとあの子暗いじゃんって注目されるじゃないですか。でも明るくしてる方のがいい意味で注目をされるから、悪い意味では注目をされないと思って、自分を守るためにこういう性格になったのかなと思うんですよね。けどその明るさが辛い、苦しいって感じたことはないんですか？ないかな。でも一つ言えるのは甘えられない。甘えると母親に怒られたり殴られたり、あと具合が悪いって言っても知らないそんなとか言われるんで、だから甘えられない。彼氏ができます、甘えていいよって言われても、甘えるってなんだろうみたいな。それって例えばお腹すいた何とかってなのか、でも眠いから寝かせてとかなのかもわからない。親に甘えた記憶がないので、あったとしても覚えてないじゃないですか、ほんとちっちゃい時のことって。私が覚えてるのは断片的に虐待をされたっていう記憶しかなくって、寒い冬の日にベランダに追いやられたりとか、あとしつけと称してご飯食べるときは正座をして肘がついちゃいけないって言って、物差しをこの中に入れられて、もう肘をついたら速攻パン殴られるんですよ食べてるのに。そういう家庭環境だったから甘えるっていうのがちょっとわからない、だから明るさよりかはその言われることに対して、あ、自分は多分ちょっと普通じゃないんだろうなっていうのがちょっと生きづらいかなみたいなのがあったんですけど、言いたいとかそれこそ病むとかそこまでは考えたことはないんですよね。私が思うのは過去ってやっぱ変えられないんですよ。過去を変えることもできないし、過去に対してどうやって自分が意味をつけるのかっていうところによって生き方って変わると思うんですよね。悩まれてる方たくさんいると思うんですよ。親からネグレクトを受けてきて、で私の YouTube 動画で一番こうバズってるっていうか視聴回数が多いのも先ほどお話しいただいたウチムシの動画なんですけど、そこのコメント欄を読んでいくと、自分が虐待をされていたことに気づいてない人が多い、もしかしたら私もそうかもしれないっていうようなコメントもちらほらあったので、まずはそういう事実があったとして、それに対して親を恨むのではなくって、そこでこの人はこの人だって割り切る勇気をつけた方がいいのかなとは思うんですよ。っていうのも私はもう母親がしてしまっているので今もういないんですけど、それこそレスキューハウスさんの動画で出演している視聴者さんの動画も私全部見たんですけど、おそらくまだご両親ご健在の状態でこうやってお話しされてるんだろうなって思った時に、もしかしたら誰かを経由してその情報が行くかもしれないじゃないですか、お宅の娘さん出てたよとか、もしくはご両親がそれを目にするかもしれないっていうリスクを持った中で話をされてるっていうのにすごく感銘を受けて、私はもう親がいないからこうやって自由にね笑顔でニコニコ話はできますけど、ただそうじゃない人もいるじゃないですか。でもどうやって乗り越えていこうってすごく必死だと思うんですよね。で私が思うのはさっき言ったように、親からこういう風に扱われたかわいそうな自分っていうままで生きていくと、やっぱずっとかわいそうなままなんですよ。だったら親は私のことをこうやって支配して罵って、そうやって生活をしていく上でしか自分の存在意義を見出せないかわいそうな人なんだ、さようならっていう形にした方が私はいいとは思うんですよね。ただやっぱ生きていると難しいじゃないですか、親とこう決別するなんて。っていうところを考えると、まずは自分が心を強く持って、でも強く持ってっていうのもなかなかねできないとは思うんですけれども、まずは自分の楽しい未来を想像して、悲しい過去は悲しい過去、楽しい未来は楽しい未来って、こう自分の中でこう頭の中でこっちはこっちこっちはこっちってしておくといいのかなって思うんですよ。でもちろん悲しい過去を思い出して泣いてもいいと思いますし、それこそ怒ってもいいと思いますし、だけどそればっかりにとらわれてしまうとどんどん人生もそっちに行っちゃうじゃないですか、暗い方に辛い方に行ってしまうと思うので、だったら楽しい方、もう暗いことを考えすぎてしまったら、今度はじゃあカラオケ行って気分転換しようとか、好きなことやってね自分を楽しませてあげようっていう風に
自分で自分をコントロールしてあげるっていうことが大事だと思うんですよね。うん、いや本当にその通りだと思います。あの辛いことに目を向けすぎると、うん、心もすごい深い傷をまた広げていくっていう作業になると思うんですよ。だから深い辛いことにしっかりと目を向ける必要もないのかなっていうのは今の松永さんのお話を聞いて思いました。でちらっと今入ったんですけど、お母さんが、はい、されたんですか？すごい気になりましたよ。なんか今スッと入ったんですけど、そうそう、僕らの感覚的には全然それってスッて入ってこないそうですよね、頭にドンって入ってるんですけどそうですよね。来た時ってさっき小学校の時に彼氏がいるって言ったじゃないですか、はい、その彼氏と付き合ってる状態で、はい、同棲をしていたんですよね、はい、でそれも同棲をしていた理由っていうのが、母親がうつ病になって精神病院に入院しちゃったんですよ。母親を退院させるためにはまず身元引き受け人みたいなのがいないとダメだっていうことで、病院の近くにマンションを借りてくれたんですね、その彼氏が。今はその彼氏は私の養父、養子縁組してるのでお父さんになっているんですけど、そこで精神病院で退院させるために家を借りてもらってそこに住みました。新しい薬があるから試しましょうってなって、新しい薬を試したらうつが悪化してしてしまって、でそれを発見したのが養父、まあ、当時の彼氏なんですけど、はい、最後に顔を合わせたのは私なんですよね。顔合わせたんですか？その後に、はい、いるんですよ。あで、トイレのドアノブに彼氏のネクタイを巻きつけて座りながら、私が会ったのは救急車と運ばれた後の霊安室。あ、なるほど。発見は養父さんが発見されて、それは小学生とか中学生？19ですね。結構物心のコントロールは小学生とかに比べたらできる時。 その時にどうお母さんを受け入れたんですか？僕自身がそれを見てしまうと多分立ち直れないなと思うんですけど、どうやって受け入れたらいいのかっていう。こういう言い方をすると弊があるんですけど、一緒に過ごした時間が短くてよかったなと思うんですよ。あ、親子って長く一緒にいればいるほどやっぱり、ね、絆も深まるけど情も入るじゃないですか。私の場合は小学校の時に親があまり家にいなかったっていうのと、私自身も家出とかしてるんですね。親と一緒にいたくない、早く自立したいっていうのと、あと母親がした時、その時私は水商売をしていたんですよ、新宿の歌舞伎町で。それもお金を早く貯めて自立をしたいっていう気持ちで、それだったらすぐに稼げる水商売だと思って働き始めたのがきっかけで、でも家に帰れば障子があったんですけど、障子を破いてる母親の姿とか、あと母の姉がいるんですけど、母の姉と喧嘩して警察沙汰になったりとか、包丁を突きつけられてお前ねって言われたりとか、ベランダでこう投げ飛ばされそうになったりとか、うつ病って今ではよく耳にすると思うんですけど、私の母親がうつ病と診断されたのが20年以上前なので、うつ病のことを調べるってなると分厚い医学書ぐらいしかなかったんですよ。今って本屋さんも図書館も誰でも分かるうつ病のとか、うつ病のなんたらいっぱいあると思うんですけど、その時何にもなくって、でその分厚い医学書みたいなのをほんの数ページにしか書いてない難しい言葉を読んでも全く分かんなくて、頑張れって言っちゃいけないっていうのは多分当時も聞いていたんですけど、じゃあなんでっていうその声も SNS もない時代なんで全然分からなくて、でも元気になってほしいから本屋さんとかでちょっと元気が出る、心が軽くなる CD みたいなのを見つけて買った時も、お母さんは聞いたよ、なんでこんなの買ってくんのよ、言われたりとかして、はぁみたいな、そういうなんて言うんでしょうね、うつ病になったお母さんとうつ病になる前のお母さんっていうのが私の中で違うんですよ。二人の人格といえばいいのかな、こっちのお母さんを返してくれよみたいな、ね、ネグレクトでも何でもいいからこっちのお母さんの方がいいっていう自分と、でもなんかこうこっちの病気のお母さんの方が自分にとって好都合な時もあったんですよ。やっぱずっと寝込んでたりとかしてたんで、そうなると口うるさく言われることもないし、自分も自由でいられるしっていうところで、なのでお母さんがだっていう選択はお母さん自身のものではないと私は思っているんですよね。精神薬を服薬してされている方って母親がした年代に一番多いんですよ。それを知った時にお母さんは自分の意思でしたのでもなく、うつ病でもなく、もしかすると精神薬のせいだろうっていうふうに自分は認識をしているので、なんでしょうね、その答えが出るまで本当に辛かったんですけど、その答えが出てからすごいふっと楽になって、自閉族に対しての動画も私投稿はしているんですけど、皆さん本当に辛い思いをしてるんですよね。やっぱその亡くなり方もそうだと思いますし、亡くなるまでの
ね、関係性とか環境によってもだと思うんですけど、私の場合は母親と、ね、どうしても確執があったので、亡くなった時は確かに悲しかったけど、あ、なんかちょっと楽になったかもしれないって思う自分もいたんですよ。やっとこう母親の呪縛から解き放たれた、でもそう思っちゃいけない、でもそう感じちゃうっていうジレンマがあって苦しんだこともありますね。なるほど。これが本当に消防とかレスキューの現場では絶対に聞けない裏側なんですよ、うん、僕たちって119されて危険な状態になってる人たちを助ける、病院に諦めずに搬送して、命をつなぐっていうことが消防とか医療関係とかに携わってる方の、まあ、使命なんですけど、この裏側は境遇であったり考え方、価値観、こういう考え方もあるんだっていうところに触れるっていうことが、やっぱり助かる命は助かる唯一の経験なのかなって。そうですね。なので今回の松永さんのお話を聞いて、自身もそうだったのか、うん、自身はどう感じたのか、どういう考え方なのかとかいうのもコメントとかで書いていただけたらなと思います。はい、はい、ということで今回は衝撃的なお話と、はい、辛い経験をもとにね、お話ししてくださってありがとうございます。こちらこそありがとうございます。皆さん自身もネグレクトとか自分の大切な人を通してどう乗り越えていくのか、どのようにして共存していくのかっていうところを考え直すきっかけになってくれればなと思います。はい、はい、ということで今回動画良かったと思う方はいいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。助かる命を助けるために。あなたの熱い思いを合格へ導くのが砦です。私たちはその熱い思いを形にするために全力でサポートします。